いや怖すぎなんですけど。どういう意味よ。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、NGXD の新しい簡易水冷クーラー、クラーケンエリート240RGDV2 を紹介していきたいと思います。あれ、これこの前、NGXD で組んだ時に似たような簡易水冷クーラー使ってなかった。こちらは10月25日に新しく新発売となった V2 モデルなんですよね。前回のモデルと結構変わっているのでその辺も紹介していきたいと思います。なるほどね。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではクラーケンエリート 240RGBV2 のご紹介です。まず名称についてなのですが、実は NGXD のホームページやグローバルには V2 という表記がありません。なので現在ホームページ上では旧モデルにはクラーケンエリート 240RGB2023 という表記となっています。ただそれだとわかりにくいので、新しい方には日本国内では V2 という名称をつけているみたいですが、商品の箱についてはどちらもクラーケンエリート 240RGB と書かれているので店舗で購入する際は気をつけた方がいいかと思います。なるほど、確かに同じ名称ね。ちょっとわかりにくいかもしれないわね。そうですね、実店舗の値札表記がどうなってるかわかりませんがファンのネジの数で見分けるのがいいかもしれませんね。ファンのネジ？旧モデルのクラーケンエリート 240RGB は 120mm のファンが2つついているのでネジが8個ついています。一方、新しい方の簡易水冷はファンのネジの数が4個なんですよね。本当だ、ネジの数違うわね。その辺については後ほど説明をしていきます。ではクラーケンエリート 240RGBV2 の公式ページを見ていきましょう。こちらの簡易水冷は白と黒の2色展開となっています。価格は動画編集時点で最安44,775円。280mm で49,050円、360mm で57,280円となっています。さすが NGXD。かなり高級感のある簡易水冷ですね。ということで新しくなった簡易水冷の特徴です。まず一つ目が、大きくなった LCD ディスプレイです。こちらは 2.72 インチのディスプレイで、IPS 液晶、解像度 640×640 でリフレッシュレートは 60Hz となっています。え、IPS 液晶で 60Hz、ゲーミングモニターか何か。60Hz ではゲーミングモニターとは言いづらいですが、簡易水冷のディスプレイで IPS 液晶にリフレッシュレート 60Hz はすごいですね。こちらのディスプレイにはシステムパフォーマンスや、お気に入りの画像や GIF を表示させたりできます。後ほど実際にお見せしますが、かなり綺麗な表示で色々と遊べそうな感じはしました。次に特徴的なのがこちらに小さく書かれているファンですね。RGB コアシングルフレームファンと呼ばれる連結されたファンでネジも4本で止めることができます。ファン寿命は6万時間なので24時間動かしたとしても6年持つ計算となります。またマザーボードへの接続も簡単なのでこちらも後ほど説明します。ということで特徴としては、大きな LCD ディスプレイと取り付けが簡単なファンがすごい魅力的かなと思います。では実物を見ていきましょう。シュララ。それでは開封をしていきます。開けると中身はこんな感じになっています。今回はホワイトモデルをいただいたので全部真っ白ですね。まず一番上にあったのは説明書です。すべて英語表記でしたが、イラストが書いてあるのでそれを見ながら取り付ければ問題はないかなと思います。続いてこちらがブレイクアウトケーブルセットになります。今回の簡易水冷なんですが、なんとこのケーブルだけで、ポンプもファンも RGB もすべて解決します。これについては便利な反面、ちょっと微妙なところもあったので、取り付けの際に説明したいと思います。続いてこちらはインテル用のキットになります。インテル用と AMD 用としっかりと小分けされて、印字もされているのでここら辺は親切かなと思います。こちらはインテル用のバックプレートです。金属製でできていて、見た目は細いのですがかなり剛性感はありました。また中央にはマザーボード取り付け時に、マザーボードからバックプレートが落ちないように両面テープもついていました。あとは LGA1700 用のスタンドオフと LGA120115X 用のスタンドオフがそれぞれ入っていました。続いては AMD 用のキットです。こちらには AM5、AM4 用のリテンションキットと AM5、AM4 用のスタンドオフが入っていました。リテンションについては、初期状態ではインテル用のものがついているので、AMD で使用する場合はリテンションを交換する必要があります。こちらも後ほど交換してみましょう。続いてこちらは共用で使う部品たちになります。中身は、ファンをラジエーターに留めるネジとラジエーターをケースに取り付けるネジ、そしてヘッドを固定するネジが入っています。こちらはインテルでも AMD でもどちらでも使うものです。続いては RGB コアシングルフレームファンです。こちらは複数のファンをシームレスに組み合わせて取り付けを簡略化したものです。あれ、これってさ、この前の作ったパソコンの時にボトムに付けたファンと似てない。
ということで前回ボトムに取り付けたファンを持ってきました。はい、こちらなんですが、見た目も大きさも全て後から取り付けた F240RGB コアと同じものでした。前回はボトムに取り付けましたが、実際ケースに組み込む時に同じファンが上下にあるのも綺麗かなと思います。むしろ合わせたい方は別途 F240RGB コアや F360RGB コアなどを購入してください。続いてはラジエーターです。こちらは外側もフィンも全て真っ白でとても綺麗でした。こちらが内側です。内側の根元にはブレイクアウトケーブルセットを接続する部分もあります。そして最後は水冷ヘッドになります。お、なんか大きい。私も出してみて最初にこのディスプレイがかなり大きいなっていうのを感じました。どこぞのモノアイオンが聞こえてきそうな大きさですね。リテンションはインテルのものが付属されており、初期グリスもついている状態でした。グリスを取ってみるとこんな感じで同性スプリットフローコールドプレートがあり、 LGA1700 のインテル CPU 用に最適に設計されているみたいです。では続いてクラーケンエリート 240RGB V2 とクラーケンエリート 240RGB2023 の違いも見ていきましょう。まず大きな違いはこちら、ディスプレイの大きさが違うのは一目瞭然ですね。確かに前のやつは白い枠があるのに、新しいやつは全部が液晶になっているわね。あとはホースの太さも違います。新しい方はホースもかなり太くなっていてかなり頑丈そうですね。最後にファンのケーブルです。前回のはそれぞれのファンにファンケーブルと RGB ケーブルがあったのでかなりごちゃついていましたが、今回の RGB コアシングルフレームファンはケーブルが1本で済みます。なので、私みたいな配線処理が苦手な人でも簡単にまとめられそうです。ということで旧モデルとの見た目の比較でした。では新しいクラーケンエリート 240RGB V2 を実際に取り付けてみましょう。シュララ。では早速取り付けてみましょう。まずはインテルの取り付け方から。こちらのバックプレートをマザーボードにセットしていきます。バックプレートを取り付けたらスタンドオフを取り付けていきます。こちらは手で回して止めていってください。こんな感じで4箇所止めたら OK です。そして水冷ヘッドを取り付けていきます。今回初期グリスが付いているのでそのまま乗せますが、グリスを変える場合は CPU にグリスを乗せてください。ヘッドを乗せたら固定用のネジを止めていきます。これで取り付けは完了です。取り付けるのはなかなか簡単ね。続いて AMD マザーボードへの取り付けもやっていきましょう。まずはマザーボード付属のリテンションは外しておきます。そしたらそこに AM5、AM4 用のスタンドオフを取り付けます。こちらのスタンドオフなんですが、太さが違います。太い方がマザーボードに差し込む用となっているので、間違えないように気をつけてください。こちらも手回しで取り付けていきます。そしたら水冷ヘッドを取り付けていくのですが、リテンションプレートはインテルのものが付いているので取り外していきます。取り外し方はとても簡単で磁石でくっついているので引っ張るだけで取り外すことができます。こんな感じで簡単に外れます。外せたら AMD 用のリテンションプレートを取り付けていきます。こちらもマグネット式となっているので取り付けはかなり簡単です。これで取り付け完了。そしたら CPU の上に水冷ヘッドを取り付けて固定ネジを止めたら完成です。ここまでの取り付けは本当に簡単ですね。続いてケーブルの取り付け方です。まずブレイクアウトケーブルセットをラジエーターの根元に取り付けます。こちらがちょっと力が必要です。カチッて音がするまで押し込んでください。これで簡易水冷のケーブル系は以上です。え、これだけ？あとはその先のケーブルをマザーボードと電源につなぐだけです。随分簡単ね。差し込むものもそんなに多くなくて、CPU ファンの部分に一つ。USB コネクタに一つ。SATA電源が一つ。以上です。え、ケーブルも3つだけ？そうなんです。これだけで完成なんですよね。さすがにセットがここまで簡単な簡易水冷は初めてかもしれません。ということで完成したのがこちら。ディスプレイがかなり大きくて大きな目みたいだけど簡単に取り付けられるのはいいわね。そうですね、ブレイクアウトケーブルセットは本当に便利だなと思いました。ただ、オープンフレームだからかもしれませんが、一本にまとめている分それをそれぞれに必要なところにケーブルにテンションをかけると、結構変な形になってしまうんですよね。これはもしかしたらケースによっては逆に取り付けにくくなってしまうものもあるんじゃないかなと思いました。特に CPU ファンのケーブルが上にピンと張っている状態なのでこれが少し怖いなと感じました。では続いて実際に動かしてみたいと思います。シュララ。それでは実際に動かしてみましょう。スイッチオン。
起動するとまずは NGXT のロゴが出ます。で、まだ何も設定はしていないのですが、CPU の温度は表示されました。起動したモニター上には NGXT CAM が自動起動して、ファームウェアの更新が必要と出ていました。ちなみに NGXT CAM にはクラーケンエリート V2 と表記されてますね。ファームウェアの更新が終わると、このアプリ上で色々な設定ができるようになります。まずはポンプとファンのコントロール設定です。デフォルトは規定となっているのですが、基本的にはサイレントとパフォーマンスの2つの使い分けかと思います。あとはフィックスドというのが固定で、自分の決めたポンプとファンの量で固定されるみたいです。後ほどサイレントとパフォーマンスの違いも見ていきましょう。続いては LCD ディスプレイの設定です。実際どんな風に映っているのかも見ていきましょう。最初のこれはちょっとなんだかよくわからなかったです。続いてこちらは CPU と GPU の温度表示ができるモード。CPU と GPU の温度表示に JIF を足せるモード。一つだけ温度表示をするモード。一つだけ温度表示足す JIF を出すモード。三つの温度表示ができるモード。三つの温度表示足す JIF を出せるモード。あとは自分のお気に入りのイラストか JIF を表示させるモードとなります。せっかくなのでとりあえずシュラミちゃんを表示させてみましょう。なんで私なのよ。画像を選ぶと枠に対してどのような位置にするかも決められます。で、保存を押すとすぐにそれが反映されます。いやだ、アップにしすぎ。じゃあせっかくなのでサイズの調整もしてみましょう。こんな感じで拡大や縮小、一も二にで決めることができます。で、保存を押すと、こんな感じで全身を載せることもできます。一度作成したデータはここに残っており、それを押すことで以前に設定した画像もすぐに呼び出すこともできます。いやだからアップやめて。さらに JIF も好きなものを設定することが可能です。こちらもサイズと位置を合わせて、保存。するとこんな感じでディスプレイにしっかりとシュラミちゃんを映すことができます。いやなんかやめて。ちなみにこんな感じでかなりシュラミちゃんの主張が激しいパソコンとなるのでご注意ください。映像だと綺麗にお伝えできていないかと思いますが、見た目はかなり発色も良くて、動きもかなり滑らかです。大型ディスプレイになって全面液晶表示されるのかと思いましたが、黒い枠のところはあるみたいです。ではせっかくなのでこのままシネベンチを回してみましょう。今回使用したパーツはこちら。CPU はインテルコア i9-12900K、マザーボードは MSIMPG-Z790HDI-MAX Wi-Fi。メモリはマンタ DDR5-6648GB×2、SSD は MSI NVMe M.21TB、クーラーはクラーケンエリート 240RGB V2。今回はシネベンチだけなので GPU は内蔵グラフィックで、あとは書いてある通りとなります。シネベンチ R23? それではシネベンチ R23 をやっていきましょう。初期グリスでファン設定サイレントとパフォーマンス、SMZ01R でファン設定サイレントとパフォーマンスの4種類で検証をしました。では結果を見てみましょう。まずはスコアから、初期グリスタスサイレントがマルチ 25,384 と 25,695、シングルが 1,874、初期グリスタスパフォーマンスがマルチ 24,910 と 25,588、シングルが 1,874、SMZ01R タスサイレントのマルチが 25,393 と 26,014、シングルが 1,918、SMZ01R タスパフォーマンスのマルチが 25,773 と 25,910、シングルが 1,922 という結果でした。どれもスコア的にはそこまで差がありませんが、やはり初期グリスよりも付け替えた方がスコア的にも良さそうですね。では温度の方も見てみましょう。温度に関しては HW モニターのパッケージ温度読みで、初期グリスタスサイレントが最高温度 100.0 度と 85.0 度、アイドルジが 30.0 度、初期グリスタスパフォーマンスの最高温度が 94.0 度と 85.0 度、アイドルジが 30.0 度、 SMZ01R タスサイレントの最高温度が 100.0 度と 83.0 度、アイドルジが 28.0 度、 SMZ01R タスパフォーマンスの最高温度が 92.0 度と 85.0 度、アイドルジが 29.0 度という結果でした。初期グリスでも SMZ01R でもサイレントモードではコア i9-12900K は残念ながら冷やしきれませんでした。240mm の簡易水冷ってこともありますが、ハイエンド CPU を使う場合はパフォーマンスモードの方が良さそうですね。で、パフォーマンスモードを見てみると、初期グリスでも結構冷えているのでこれはなかなか良さそうなグリスですね。自分でグリスを塗るのが問題ない方は変えてもいいですし、塗り替えが難しいって人は初期グリスでも全然問題なさそうです。音量測定も行いました。パソコンから 30cm 離れた位置での計測ですが、サイレントモードでもパフォーマンスモードでもそこまで大きな差はなく、サイレントモードに至っては本当に静かでしたし、パフォーマンスモードでもファンの音は聞こえましたが全然うるさいと感じないレベルの音でした。数値的にはほとんど差がないので、静音性に関してもかなり高そうな簡易水冷かと思います。ということで今回は、
NGXG のクラーケンエリート 240RGBV2 のご紹介でした。あんた的にはどうだった？そうですね、組みやすさと静音性に関してはかなりいいかなと思います。またこの大きなディスプレイもかなり目を引く存在なんじゃないかなと思います。確かにそれはあるわね。てかなんで私ずっと川の上走ってるのよ。難点としては、ブレイクアウトケーブルセットが結構余裕がなかったかなという点と、やはり価格が高い、というところでしょうか。まあ確かに簡易水冷だともう少し安いモデルもあるしね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。